皆さん、こんばんは、マーティーン。ではの脈ボイ、キングテクです。日常生活と法律。まあ、いろいろありますが、事件発生します。捜査、罪を犯したらどうなるか。起こして逮捕。拘留または釈放。まあ、あと、送検され、まあ、起訴。まあ、略式起訴と言ってね、また。罰金などを払って手続きを終わらせることもあるよ。裁判。これ、大変ですね、はい。まあ、刑事裁判と民事裁判、二つありますが、一般人が民事。国が裁くのは刑事裁判。はい。いろいろあって大変なもんですね。行われるときは言いたくないことは言わなくて OK。黙秘権というものがあるそうです。証人は嘘をついたらダメ。無罪になったら費用はかからない。被告人は弁護を頼める。有罪のときは理由も伝える。はい。あとはまあ少年法もあって未成年に対してですね。はい。20歳未満。まあ、14歳を満たないものは罰しないですね。責任年齢。大変ですね。はい。この法律、少年院への送致もありますね。大変なもんですね。はい、まあ、良くないことは電気系統セット。まあ、あとは、往来危険。まあ、線路に石を置いちゃダメですよ。はい。あ、火遊び、これ、いけませんね。はい。詐欺は良くないです。はい。400円だらきはダメです。ちゃんとお釣りはちゃんとね。はい。対応に窃盗はいけません。ルールというものがあるんです。あとはまあ、いろんな犯罪、動物、投棄禁止、あとポイ捨てはいけません。割り込みもいけませんし、電車、まあ、鉄道営業法、いろいろですね。動物愛護法、あと道路交通法、まあ、運転の義務ですね、要は。あとは、新書開封、賭博事件ですね。お金をかけて。こういうギャンブルダメです。八百長も良くないです。兄で監督やりましたね。というわけで以上です。バイバイ。